はい、皆さん、前回無事この3階のフロアを元に戻すことができまして、めちゃくちゃ明るくなったね、黄色で。で、このドレスも手に入れまして、はい、4階に向かってみましょう。どんな感じ？4階も同じかな。あ、そうね、まだ、だって2回目やってるの全然少ないもんね。ここは濃い青って感じ？うん、忍者、怪盗、2回目が多いかな？あ、いや、こっちは、あ、で、名探偵か。ここが初めてかも。なんだこれは？なんだこれは服だ、服。楽しみに題名は見ないでおこうっと。じゃあ、キラリスタ助けていこうか？今、評判のピーチェ？わ、もしや君たちは、いやー、4階まで名がとどろいちゃってるわ。1階に避難を。そっか、4階もね、動いてるからね。で、5階もやっぱありそうだな。僕がこの劇に出ていれば、どうにかなったかい？人が少ないな、4階まで来ると。じゃあ、あ、忍者の烈火忍法帳行きましょう。レッツゴー。あ、なんか、お屋敷っていう感じの絵が描いてあったな。烈火のごとく、めちゃくちゃ速く走りそうかな、烈火。どうだろう。あ、いいねー。時代劇って感じがする。お、助太刀か、かたじけない。もうできるんかい、この感じで。これはどんな感じだったっけ。シュッてできる、シュッてできるな。あ、あ、あ、見つけてしまったぞ、ここだ。はい、いいね、桜が咲いて。あ、お金か。いや、もうせかしてくる BGM が。なんて書いてあんの？って感じ。わかんないけど。あ、でも相手のマークだもんな。家紋っぽく書いてあるけど。我らの城を奴らに占拠され。お屋敷というか、もっと上だ。お城を占拠されたんだ。うちの人喋る。待たれよ。あれを見るでござる。うわー、グレープ劇団の、やはりも厄介か。奴ら怪しい火薬からくりを城に取り付けたでござる。城の取ってる。あんなもの早く壊さないと。城をもう自分仕様にしちゃってるわ。すごいな。まずはじゃあこっから、ネズミ一匹トーサンド、こっちに渡り。正門は無理か。他の入り口なの。あ、そうなの？こっち、あいつやれそうだけどな。ほら、ほら、どう？あ、でも入れないってことか。アピールタイムはできそう。あれー、きらめきじゃないの？そうか、これで入れないんだ。でかい、みんなの力で回さないととか？まあ、でも裏から入れるのかな？じゃあこうして。はい。誰もいませんよーと。誰もいませんよー。ここ？居眠りしてる。まあ、でもジャンプか。はい。はい、はい。で、こっち戻って、まだか。なんで、普通に喋ってんの、この人たちは。敵が目の前にいるのに、なんで普通に喋ってんの。あ、はい。あれー、まさに伝説の忍者？ストーンは、こっちは降りただけか。危ない。んで、上行ってみようかな。右も行けそうだったので。はい。からくりすごいね。あ、忍者いた。屋根裏から忍び込む。おー、ここからでござる。ただ、こっちもいるな。水遁の術で、二人あり。かっこええ。二刀流じゃないや。貫通じゃなくて、はい、もういいや。オッケー。アピールタイム。あ、これはストーンかも。きらめきストーン。あれ？コインだぞ？はい。全部取ったらいいとか？あ、なんかね、ブレーキがかかると思ったら、こうやればよかったの、シュッて。あれ？コインばっかりじゃん。ものすごい強欲なことバレてる、私が。にしても、きらめきストーンも欲しいよ。コレクション魂的に。じゃあ、屋根裏に行こうか。あれ？あ、ここも。
なんか白い丸がついてると思った。いや、お金ばっかり金しかない。入りますよ。もう奴らは音に敏感。逆に利用できればネズミが屋根裏にみたいな。おお、おお、忍び足してる、忍び足してる。うわ、カララーン、もついてくるな。天井ついてくる。なんだ、じゃあ先に進めばいい。え、お、いや、ダメかい。真下に来たらどう、あ、行っていいんだよね。右に、右に行って降りる。あ、で、天井向いてる時にやる。気づかれちゃったのダメだったかな。いや、すごいアピールポイントあるな。頼む、一つ目が来ないとちょっと心配になっちゃうよ、ずっと。うん、あった。これが何個目かですね。ん、こっちから行くのか。はいはいはい、こうで降りる。よし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 、1個目だった、よかった。入ります。屏風が飾られてる、左に。金色の屏風は高そう。こっち行って、あ、上に戻ったらいいのかな。これはじゃあ上戻って、カランカラン、捕まったでござるって言ってる。で、こっちもこう、うーって言ってる。はいはい、まったく上ばっかり見ちゃいけませんよー。で、どーんと、かたじけない。お、怒涛のきらめきストーンが来たぞ。あ、すごいからくり屋敷だ。こっちは入れないか。じゃあ右行きますでござるよー。お、なんだ、楽しげな BGM に変わった、いつもの。この先には裏表に回転する壁のからくり。来ました、これこそからくり屋敷、王道のからくりだな。どうしたらいいんだ。でも普通に倒すは倒して、まあ後ろ行ったらいいかな。うん、あ、影ね、おもろいじゃないですか。コインがあっただけか。これは障子かな。きらめきストーンかからくりの模様が入ってるね、模様が。バイバイなんだ、こいつも一緒に回っちゃった。倒したかったのに、しゃあないか。ああ、これになってたんだ。倒せるなら倒したいな。でも、え、ずっとぐるぐるしてんの、倒せないんだけど、いいのかな。まあいいか、じゃあここジャンプして、こっちの上も行ける。お、やった、3個目。あ、いいねいいねいいね、やったぜ。このタンスの上、霧のタンスの上を行き、あ、きらめきストーンがある。やるやる。で、一回安全をやってからここを回ると、こっちに出てきて、ここも回す。で、ちょっと危ない危ないですね。で、もらうと。まだくるくるしてるわダメだな。いたか、敵いないか、大丈夫か。うーん、どうしたらいい。透けてる、すごい、なんだ、透けてる。うーん、なんか、そうか、壁をジャンプできるように。あ、いいねいいねいいね、壁じゃん壁じゃん。う、う、オッケー。こっちは行った方がいい。あ、風船おじさん見つけた。やばい、リボンおじさんもいるはずなのに。じゃん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 、よし、オッケー。わーい、リボンおじさんはどこだろう。はい、ここ行って、敵が何これ、斜めを見てる。ひらめきストーンもある。下に降りた方がいいのかな。で、壁にひっついとく。いいかな、何か騒がしいと。よし、で、ジャンプ、ほい、ノイ、やったー、順調ですね。上にいる。ここを回すと、でっかく回ったなー。あ、上は回ってないのか。じゃあこうで、こう、あー、くるるるるん、バイバーイ。じゃあ、はい、こ
こっちジャンプで、いいのか？リボンおじさん全然見つけてないんだけど、行けるとこないもんな。行きまーす。はい。あ、いや、これもう最終決戦感あるんだけど、もうすぐだ。うおー、気づかれてしまったか。大砲撃ち放題。うわ、炎が。こうなると拙者の足では間に合わない。お主の足が頼りだ。やつを止めてくれ。急に来たぞ。リボンおじさんは確実に見失っている可能性があります。壁走り、動体視力駆使しろ。オッケー、取りました。ジャンプジャンプ、下行こうで、ジャンプジャンプジャンプ、おっと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 、ジャンプジャンプ力が足りなかった。ジャンプジャンプジャンプ、壁走り、それは無理ってもんじゃない？だって体のもう斜めに行っちゃってるじゃない、下の方に。いいいよ。あああ、あらー、ジャンプ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 、何？壁壁壁、どこ？やばいやばい、わからない壁、早めにジャンプしなきゃいけなかったっていう感じかな。こうこう、あ、ちょっと待って、無理。こっちジャンプジャンプ、なんか早すぎたのかな、もうやだ。こっからね、ジャンプジャンプ壁走り、これは絶対落ちるでしょっていう角度してる。はい、バカちゃん。はい、ここ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 、はいはい、ジャンプ、おーし、いった。はあ、よかった、ここまで来ればよかったんだ。こっちだ。あのカラクリは上だ。ここまで来たお主に秘伝の巻物を託す。なんだこの巻物で、あいつを回せるんだ。忍法なんだこれは、なんなんだ、頼んだぞ。なんなんだこれは、すごい。これ私が操作するのか。はい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 、すごい、全部をなぎ倒していくスタイル。なんかあれかな、巻物とか天井に書いてある竜とかを、せき止まっちゃってる。どうどうどうね、泣き竜とかさあるじゃん、天井のお寺のね中とか、そういうのを模してるんでしょうか。これは私は何も入力してません。かっこいい、なにわかんないけどすごい終わっちゃった。リボンおじさん見つけられなかった。え、きらめきストーンは最後の1個。あ、きらめきストーンは取れたんだ。リボンおじさんいなかったよ、隠れてた、あの人多分。最後は何かしらでかいのに乗るっていうのが忍者のスタイルなんだな。前はね、岩のでかいクジラみたいの乗って、今回は竜じゃあ、竜乗っちゃったらもう最後何乗るんって感じだけどな。はい、戻ってきましたよと。で、1本目の糸が切れたね。あれ、あ、そっか、これは入るか、いつも。やったね。ねーでーでーんだけなる。で、今回はこれに乗って地下に行けると。きらめき、きらめきじゃない、キラリスタを救いに行こう。キラリスタがスムーズに言えなくなっちゃった。どこかな？あ、なんか怖い見た目してるかも。ドクロみたいな見た目してない？そんなことないか。あ、忍者頭巾かぶってるだけか。あんまりなんかキャストンたちの見た目に合ってないかもな、忍者。闇の忍術と武者軍団、行きましょう。うわ、なんか黒。こんな黒かったっけ？うわー、暗い闇だもんね。あ、読み込まれたわ。全然暗くなかった。この音って何かの合図？決戦のホラガイって感じするよな。ボーイって言ってて。
おお、いっぱいいるいっぱいいる。ぼうぼう。これもお城かな。うん。旗がいっぱいで。どうしよう。ぬははは、ここまでだな。無念でござる。ジャパニーズハラキリ城って言われてるかもしれないな、これは。でも、あ、草に隠れて、まずはこいつからやる。はい。で、また草に隠れるでいいかな？隠れて、こう、こう、で、またこっちの人をやる。OK だね。ちょっとリボンおじさんを見失いたくないというか、見つけ、わわわわ、手前が分解された。あ、キラリ、メキストーがあったぞ。1個目。よし。で、裏に回ってでいいかな。裏側見てる人もいるけど、壁に。はい、オッケー。私は壁です。壁ですで、草だからこれで大丈夫。まずはこの人から。ドン。で、上にももう行けちゃうんだけど、まあ見たものすべてなぎ倒す精神で、はい。この人やって、この人もやる。お金かぁ。壺の中にリボンおじさんいるかと思ったんだけど。じゃあこっち行って、おぉ。手前がだんだんなくなっていく。かっこええなぁ。はい。おっと、赤いやつがいるけど。はい。やりましたぞー、キラメキスタン。かたじけない、助かったでござる。お主、見事な技でござった。ここに長いは無用。キラリスタが言えないんかい。この沈黙の向こう、あの塔の上からなら出られるかもしれぬ。わ、どんどん上行かなきゃいけないんだな。いざ参ろう。あ、左側見てないよ。これはまずった。あい、まだ生きてた。うわ、変わり身の術。ちょっと左側が気になったんだけど、ここを突破するでござる。あいつが、あ、ピタッとくっついちゃって、こう。危ない。気づかられたとかと思った。気づかれあれ、気づかれた。忍法影走り、すごい。なに、なんだ、やつは。ピーチに使えない技を使えるのかい。壁走り、影走り。お。いやー、絶対一個、何かしら取れてない、リボおじさんかもしれないし。はい。ぐるぐるするんだ。はいはいはい。一回乗ってこう。やったぜ。2個目。気をつけるでござる。横向いた瞬間こう。 OK だよー。なんだこの丸いでかいのは。で、あ、やった。逆行ってよかったよー。ひねくれ者でよかった私。じゃあこっち戻って、壺なんもないか。あれ、もうそんなめっちゃ行った。どうしたどうした。この気配やはりは、ちょ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 、おい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 、ひどいね。一人だけ逃げて。わな、早い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 。ちょっと見に来てくれた。大丈夫かって一瞬帰ってきてくれたけど。あー、しまった。なんか走んなきゃいけない気分になっちゃった。このな、緩急のつける感じ、いやらしいぜ。一回も見つからないみたいなのあったらもう終わりだな。終わっちゃったけど。じゃあ水筒の術で行かせていただいて、やったあった。ちゃあ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 。こっちにも行ける。あ、あ、あ、おじさんいるじゃん。誰もいないよって言ってる。こいつは何を見てんだ。こんな行き来してたのに。あっぱれな技。よかった。左でやばかったかと思ったんだけど。おおおおお。はい。OK だよー。走らなきゃいけないパターンか。大丈夫か。ん？この先でござる。あ、見つかってしまった。うわ、でかい剣持ってる。なにー、すごいな。一瞬で煙が、煙玉の術やったな。
怖いでござる。怖いでござる。ちょっとした壁になりつつ、ここまで来たでござる。あとは一気に登るでござる。下からなんか迫ってくるだろ、大体。あ、勝手に行ってくれる？勝手に行ってくれたわ。この先に行けば。ダーク忍者来た。逃がさんぞ、何やつ。貴様らはこの空間と共に崩れ去るがいい。自らものとも？もろとも？自分もろとも？この程度でひるんではならぬ。さあ、急ぐでござる。時間制か？また走るのね。はい、ジャンプ。忍者、キラリスタを見てるとちょっと狂いそうなので自分だけ見て。ジャンプ、ジャンプ。はい、はい、はい。オッケー。いいよ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。でかいの撮ってるよ。うっ、これは。休憩してらんないな、壁が落ちてきちゃうから。オッケー。撮った。多分あっちの忍者も頑張ってきてってうるみたい。別の道を走って。うん、しぶといやつらめ。あいつより先に出れば大丈夫ってことか。これで終わりだ。いいな、かっこいいな。やつが来るのであればお主と二人で。すごいすごい、三つどもえ。いざ成敗。はあ、なんか見たいけど自分もジャンプしないと。こう、自分も入るはできないかな。3回目ジャーンってやってみようかな。はい、あ、いった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 。間に合った、攻撃が。かっこいい。テテ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 ン。よし、今回は全てコンプリートできたな。うわ、渋い。忍者リボンは渋い色だ。今着てるピーチの色って感じだね。黒と緑。To be continued。 現世帰るでござる。 OK だね。で、カラーに戻って。うん、お揃いのマフラーみたいのしてたんだ。お主、忍びの極意を知っておるな。イエーイ。服入荷してるかな。いいね。これもなんか、家紋かな？家紋みたいな。家紋じゃないか。まあ、昔からの柄って感じかな。はい。黄色結構気に入ってたんだけどね、正直。忍者ドレス、スペシャル。渋い色してるな、この、ワインレッドまでは、なんだろう、ワインレッドって言うと日本風じゃないけど、朱色でもないし、なんだろうね。渋い色してる。それで、これじゃなくて、アルバムで、おお、そうかそうか。リボンおじさんを助けられなかっただけで、このページは全て埋まったね。壁走りしている。もうこれは落ちてもおかしくない壁走りのところだ。で、キラリスタ忍者とね、一緒に走ってるところだ。あ、罠から逃げてるところね。一人だけ逃げやがってなんだけどな。なんでこれには一緒に横でね、走ってる風になってるんだろう。もう一回撮り直したな、きっとこれ。オッケーですね。あ、忍者1階にいた。お、ドローンしてる。すごーい。忍法は極めると姿も消せるでござる。いや、明らかにね、今回はキラリスタの方がピーチに使えない技使ってたから、やっぱさすがキラリスタっていう感じのキラリスタに会えましたね。はい、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。4人目のキラリスタを助けましたね。はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。バイバーイ。